地震が頻発しているのと、はい、半島では今夜から明日にかけて雨が降りやすくなりそうですね、はい、そうなんですよ。あの強い揺れに見舞われて地盤が、ね、そもそも緩んでいる可能性がありまして、はい、まあ、普段では何ともない雨でも今回、ね、土砂災害中期警戒必要になりそうなんですね、うん、でもうすでに雨雲を近づいてきました。あ、こちらご覧ください。18時10分現在の雲を見てみますと、すでにその能登半島の北部沿岸部付近まで雨雲が伸び始めております。これですね、前線が、まあ、この辺りに、まあ、今日のところは隠れておりまして、これがさらに陸地の方に近づいてきます。でこの後今夜の雨雲の動きを見てみますと、このライン状の雲です、まあ、今夜は能登半島を中心に雲がかかりやすく、局地的にはザーザーとした雨をもたらすということが想定されます、まあ、普段ですと、まあ、別にこの災害影響につながるような雨ではないんですけれども、まあ、地盤緩んでいる可能性ありますので、まあ、今夜以降の雨の降り方お気をつけください、はい、しかもね、明日の方がより降りやすいんです、うん、これ朝朝9時の予想天気図でして、上空に強い寒気を伴った低気圧が日本海に進んでいきます。でこの低気圧の影響を受けまして、北陸地方、午後を中心に雨の範囲が大きく拡大をする見込みです。朝からザーザーと降りやすいですし、午後にかけて能登半島など雷を伴って強く降る可能性があります。で予想されるトータルの雨量がこちらです。これが4日の18時までに予想される48時間雨量です。能登半島ですと、まあ、多いところが50から80ミリぐらいですね。新潟県上越などもそうです、まあ、今回大変強い揺れに見舞われたところで雨量がまあ増加をします、はい、濃い青色のところも50ミリ近いトータル雨量になる可能性がありますので、うん、まあ、急なこの斜面ですね、近づかないなど、普段は多少の雨では崩れないようなところも危なくなっているというふうにお考えいただきまして、はい、そういった、ね、危険な場所には近づかない対応を続けてください。分かりました。普段よりも少ない雨量で土砂災害が発生する可能性がありますので、今後とも安全な場所で最新情報を確認してください。詳しい内容はアプリからもご覧いただけます。